それでは虎之助選手にインタビューをしていきます。よろしくお願いします。お願いします。ついにブレイキングダウン 8.5 本戦が明日に迫りましたが、今の率直な心境をお聞きしてもよろしいでしょうか。早くやりたいです。結構みんなから、みんなっていうか、まあ、世間のみんなから俺が負けるって言われてるんで、早く倒して俺の強さを見せたいです。朝倉未来さんの YouTube で結構ポテンシャルが高いと期待されてたんですが、はい、プレッシャーとかってありますか。まあその通りなんで、別にそんなプレッシャーはないですね。プレッシャーはない、はい、かっこいいですね。ということで、相手の選手の富澤大地選手に対して何か印象をお聞きしてもよろしいでしょうか。煽り V っていうか、その撮影の方でも言ったんですけど、まあ3分3が強い選手で、まあ、1分ももちろん強いんですけど、まあ、喧嘩だったら負けないかなって感じですね。なるほど。では相手の警戒しているところとかありますか。警戒、特に別に警戒してないんで、自分がやってきた今まで練習であったり、自分のその持っている強さを出せば、まあ、何に注意しようと勝てるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。それでは最後に試合に向けた意気込みをお願いします。もう延長ならず1分始めで勝てたいかったんで、応援よろしくお願いします。以上、虎之助選手でした。ありがとうございました。ありました。この番組はザナゼノサワ喧嘩道、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。